いいだろう。天然の門構えをくぐったその先、ここが調査団の拠点、アステラだ。調査拠点、アステラ。5機団は全員到着している。お前たちが最後だ。これで大丈夫です。大丈夫よ。おい、あんたたち。ちょっとごめんなさい。無事だったのね。大変だったな。あんたたちが見当たんなかったからヒヤヒヤしたんだ。よかった。探しに行こうかって話してたのよ。なんてことなかったです。おい、手伝ってくれ。ほら。じゃあ後でな。ここが流通エリア。俺たちはそう呼んでいる。人も物もこんなに。すごいだろう。調査するハンター、研究する学者、それを支える技術者、あらゆる人と物がここに集まるんだ。まさに調査団の中枢地さ。ちょっと待ってろよ。じいちゃん、連れてきたぞ。ようこそ。そうそう。では、後に。じゃあ、一通り案内するよ。ついでにお供を探そう。ここは物資補給所だ。必要なアイテムを揃えられる。欲しいものがあったら、ここに来たらいいですね。次は加工屋だ。行こう。こっちだ。調査団の派遣はお前たちで5回目なんだろ。俺のじいちゃんは1機団だ。1機団はすげえ昔に来たらしい。俺か。俺は何機団でもないよ。ここの生まれだからな。加工屋はここだ。武器や防具を作るところさ。覚えとけよ。加工屋、入ってみてもいいですか。熱気がすごいですね。行くか。はい。こっちだ。ここが食事場さ。あ、あそこに。おーい。よく頑張ったね。
作戦会議の時間だな。行くか。はい。一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。海を渡るゾラ・マグダラウスを船で追い、ついに五騎団が新大陸に到着した。大きな戦力だ。この長きにわたる調査の決着が期待できる。ひとまず代表として彼らに出席してもらった。五騎団の者です。よろしくお願いします。ここにいるのは調査団の要の連中だ。よく覚えておいてくれ。よろしくね。本題に入ろう。今回渡りを行ったのはゾラ・マグダラウス。火の山を背に追う巨大な古竜だ。我々調査団最大の目的はこの古竜渡りの解明にある。およそ10年に一度新大陸目指して海を渡る古竜たち。道すがらの生態系を変え、地形を変え、時には災害を引き起こし、遥か古来より古竜とはそういうものとしてあるんや。奴らが一体何のために新大陸に渡り来るのか、今こそ解明しよう。やりましょう。ああや。今後しばらくだが、ハンターたちは小型モンスターの調査と調査拠点の安全確保を頼む。まずはジャグラスの生息域調査だな。状況によっては討伐も検討してくれ。はい、頑張ります。他の南名はいつも通りだ。ハンターたちを手厚く補佐してやってくれ。腕が鳴るぜ。五騎団はこちらのやり方になれるのを第一の目標に。しばらくは指南役を頼るといいだろう。だとさ、一緒に行こう。期待しているよ。その旗印と同じく調査団の追い風となってくれること。以上、解散。ああ。こっちだ。二刀。そのアイテムボックスに装備がある。好きな武器を装備しよう。行くか。準備できた。俺たちが行うべき様々な調査内容は編纂者がまとめているんだ。まとめたものはクエストと呼ばれている。おーい、こっちだ。
待ってました。うむうむ。さあ行きましょう、新大陸へ。